雪割は、原竹もくしめじか雪割属の菌類。食菌の一つであり、主に森に生育する。英語圏では、ストリート、ジョルジュ・マッシュルームと呼ばれている。これは、セイゲオルギウスの祝日頃に生えることから名付けられた、ものである。ドイツでは5月に生えるため、メーパイルズとして知られている。以前は、キシメジ属の一つと考えられていたため、古い資料には、 トライコロマ・ギャンブサムの名で記載されている場合もある。1821年、エリアス・フリースによって、アガリクス・ギャンブススと命名された。種称名は、ラテン語で内反則を意味し、雪割りの柄の根元が大きいこと由来する。後に、この種は、原竹族から、キシメジ族に再分類されトライコロマ・ギャンブサムとなった。さらに、これが、 雪割属に再分類されカルシブガンボサとなった。俗名、カルシブは古代ギリシャ語のコロスとキューブズからなる。雪割属はキシメジカとされていたが、DNA の塩基配列に基づく系統解析の結果、シメジカに移動している。傘の大きさは直径が5から15センチメートル程度であり、傘の表面は滑らかで、うねがある。若い金の傘と柄は、 クリーム色から黄色をしている。ヒダは曲がりくねっており、白に近い色をしている。若い菌は、ヒダが密集しており柔らかく、粉っぽい、または、キュウリのような匂いを放つ。胞子紋は白か、ピンク色に近い白である。柄はずんぐりとして、足元の部分が太くなっている。本種によく似た有毒種に。 アセタケ属のイノサイビーアラベスンズがあるため、注意が必要である。この菌は、雪割りと同じ環境に生育することがある。甘酸っぱい果物の香りがあり、傷つくと赤くなる。傘はより、釣り金型に近く、放子紋は茶色い。また、よく似た有毒種に、一本しめじがあり、こちらは腐ったような悪臭がする。また、雪割りは、ヒダが理性であるのに対し、 一本しめじは自家製である。一般的に草地や森林に見られ、稀に石灰岩の地形にも見られる。バルト海に浮かぶエーランド島やゴットランド島では一般的である。イギリス南部のサウスダウンズでは大きい近隣を形成し、数百年にわたって見られるものもある。英国では4月によく見られ、もっと南の暖かい地域ではより早い時期に生育する。 乾燥した天気の日に採集すると良い。乾燥、ピクルス、生でも食べられる。特にバターで焼くと美味である。西ヨーロッパにはルーマニアから商業的に輸入されている。AB タイトルメールエルワイルドマッシュルームズ、アンイラストレーテッドハンドブック、ガーデンシティープレス。 ハートフォードシア、ISBN0 から 5841032478ABCD カーロッチョ、エーザ、コンプリートマッシュルームブック、カドリーユ、P75、ISBN1 から844000400ニルソンエパーソンを、フンギオブノーザインヨーロッパに、チル、フンギ、ペンギン、P24、ISBN0 から14から063006から、 ロクラムズボトム、J マッシュルームズトードスツールズ、コリンズ、P125、ISBN18 億7063万92。ありがとうございます。